して、かわいい、かわいくないよ。ゆうこさんです。ゆうこさんは2019年の令和現状オペレッタからメイクを担当してくれているので、この令和現状オペレッタの世界観には欠かせないメイクさんです。今回も源氏物語をベースにした物語なので、こう着物のスタイリングで重宗珠緒さんっていう、今あっちで多分何かをしているけど珠緒さんと、あと着付師の福ちゃん、多分あっちでも何かしてるけどが入ってくれていて、でなんかその2019年に初めてやるときに、初めて3人と出会ったときに、私が作ったキャラクターにをこうなんかそのビジュアル面ですごい深めてくれる、そのメイクをなんかメイクを構築するっていう言葉も私3人に会って初めて知って、なんか聞いたし、なんかいろいろこう、このキャラはこういう設定だから、だからこういう服を着ていて、だからメイクはこうで、で髪型こうでみたいなのも、なんかキャラ作りみたいな感じで、まあ、話し合ってビジュアルを作っていくんですけど、そういうのがめちゃくちゃこの令和現状オペレッタを始めて3人と出会ってから、そういうやり方をなんか知ってめっちゃ面白いと思って、それすごい、その作業をなんか私はすごい好き、そう、それないと始まらないね。ベリーダンサーって本当は一人演出、一人振り付け、一人メイク、一人衣装、一人 DJ みたいなところがあるからなんかそういうのとは無縁に今まで活動してきて、全然大きな舞台だったとしてもなんか自分以外にスタイリストが入るとかほぼないんですよ、うん、別にカンヌ国際ルサイで踊るときとかも別に一人で行くみたいな一人で自分で衣装選んで一人で持って行って一人で着るみたいな感じで、テレビとかでも自分でやるから、あ、もう本当はベリーダンスの世界でも外のプロが入った方がもっと作品とか広がりがある作品になると思うから、シークレットガーデンの強みの一つですね、この3人が入るのが嬉しいアリエルの時も全部自分でやってたんですか？アリエルの時も全部自分です。カウンターン TV ライブライブに出た時も自分で、まあ一応なんか番組のディレクターさんとかに衣装これでいいですかとかは送って聞いたりするけど、自分たちで考えてメイクも自分たちでして、まあ、ベリーダンサーは本当全部一人でやることがなんか普通の業界、独特な衣装だからそれ求められてる、多分そうだね、も持ってないよね、みんな持ってない持ってないよね、あとすごい体にぴったりだから自分に合わせてこうお直ししないといけないから、 CM 撮影とかはさすがにもう体の40箇所ぐらいの長さを測って送って衣装が用意される、もうなんかね、指とかから手首とか全部測って、うん、適当に測れないね、うん、ベリーダンサーは基本スーツケースで移動してる、旅人のように本当にジプシーみたい、そう重いスーツケースを持ってどこにでもみたいな、忘れ物とかするから結構私なんか普通にスカートを忘れたけどどうしようとか、見に来る生徒さんに家から何か持ってきてって言ってそれ借りて踊ったこととかもある、だからたまに全部用意されてる現場に行くとなんて楽なんだって思って、今回のやつは続編みたいな感じ、全く別物ですか、うん、緩やかに続編です、緩やかに続編、キャラクターの内面みたいな性格みたいなものはあんまり変えてないので、だけど違うとかやっていたりとか違う切り口で見れるので、前回の作品のこのキャラはあこういう部分もあったんだみたいな感じでつながってる、で葵の絵はむっつりなところが好き、こうプライドが高くて言えないし、もう取り繕うこともできなくてもう本当に黙ってるっていうのが好き、うん、なんか六条の宮所とかは多分本当のことは言えないけど、でも代わりのことをいろいろ言っちゃうと思うんですよ、なんか言っちゃう感じだと思っていて、葵の上
えばそれすらもできずにもう黙ってるみたいな今ライティングで感じちゃったんですでもそういう本当にお高く止まった感じとかやるのが楽しいから好きあんまりそういうのないんですけどないだってお高く止まれないじゃないですか日常生活でお高く止まりたいなんか止まりたいチューインガムを噛んで出して人の手につけるみたいな逆に自分と近いキャラとかいたら絶対やりたくない全然自分に近いんだったら全然やる意味がないここを光のラインであれでいいですか統一した方がいいですかちょっとそこだけ明るすぎちゃう懐かしいこの顔が